今日はですね、新海敦子さんの作品でマジックショーですね。ここに3モンキースって書いてあります。こっちにあるのはモンキースです。4人対3匹という感じですね。それでここにですね、チョコレートを探せみたいなことが書いてあります。それぞれのお猿さんが蓋を開けると、中にプレゼントボックスの中にチョコレートがある、それを探せまたは当てろというようなオルゴールの作品です。さあ、マジックショーの始まりです。回しますね。さあ、チョコレート、プレゼントボックスに入っているチョコレートはどこにあるでしょう。はい、ない、外れですね。そしてこの中にはベア、そしてここに当たりのプレゼントボックスの中にチョコレートがあります。はい、次動かします。さあ、次の中には、さあ次にはどこに入っているでしょう。はい、蓋が開きました。はい、当たりはですね、一番端ですね、プレゼントボックスがあって、今度は真ん中はバナナですね。そして一番最後の中には、あ、怖いですね、蛇が入っています。蛇が登場しました。まあ蛇嫌いなんであんまり嫌ですね。とこれはですね、何回も何回も変わっていくわけですね。マジックですよね。じゃあ最後にこれはどうだ。ヘビ、チョコレートボックス、空っぽみたいなね。このマジックショーはですね、3匹のお猿さんが箱の蓋を開けるたんびに中身が変わっていくという、そういうマジックです。まあ、連続で動かすとこういう感じですね。いやー、とてもよく作られていますよね。今日はですね、新海敦子さんのマジックショーのオルゴール、まあ、作品ですね、ご紹介しました。バナナ、ヘビ、テディベア、そしてプレゼントボックス、チョコレートボックスですね。その4つがいろんなとこから出てくるというね、凝った作りです。また次回お楽しみにしてください。